エクスプレスレールリンク ED425M 型電車は2002年4月14日より営業運転を開始したエクスプレスレールリンクの電車である。デジロシリーズの一つである。クリアエクスプレス及び支線の開業に合わせて2001年から2002年にかけて12編成が製造された。クリアエクスプレスは8編成、支線は4編成が在籍している。 本車両は戦術の通りで白シ,シリーズの一種であるが、同じくシーメンスが製造している、ドイツ鉄道の425系電車をベースにしており、425型との共通点は多い。ドイツ鉄道425系車両は4車対5台車の連接構造で、やや低床である。構え体はアルミニウム合金製の押し出し成形断面の溶接で連結されている。 外部表面をできるだけ滑すべ,すべしく、流気のところなしに干するために、窓ガラス、フレーム及び構え体が互いに簡潔に接着されている。窓ガラスは二重構造の断熱材で製造されている。車内は灰色と白色を基調としている。座席はオールクロスシートである。車内上部にはディスプレイが設置されている。ドアは半自動式でトイレの設備も完備している。 低床構造のため、台車がある車端部には、タイヤハウスがある。制御装置は、シーメンス製、シビズ32による GTO、VVVF インバータ制御で、主電動機は 225kW 出力の全、平水冷式カゴ形参照誘導電動機である。台車は、車輪ミ 850mm で、枕バネは空気バネ、軸箱指示はコイルバネで構成される。 レファレンスリストオブマルティプルユニッツフォーリージョーナルメインラインサービスシーメンストランポルテーションシステムズ2014年10月23日ファーストクラスボギーズモビリティシーメンスありがとうございます